よし。
らお聞かせください。そうですね、疲れが今溜まってて、ちょっと動くのがきついんですけど、まあ、もう追い込みも終わって、あとは、調整して疲れを抜くだけなので、まあ、問題ないかなと思います。いつもと違って、こういうようなことになりますか？こういう、そうですね、まあ、具体的に言うと自分の映像をずっと見てて、毎回自分の試合が終わるたびに映像を見て確認するんですけど、まず自分が相手だったら、もし、自分が自分と戦うんだったらどういうふうに攻めるかなっていうのを、いろいろ考えて作戦立てるんですけど、そういう自分の弱点っていう部分を、考えて、デイビーさんと相談したり、あとフィジカルトレーナーと相談したりしてるので、前回の試合が7月だったんですけど、そこからちょっと自分の足りない部分を補うフィジカルトレーニングをしてきたので、そこがちょっと一番変わったんじゃないかなと思います。そうですね、まあ、スタミナと気持ちが一番大事だと思うので、そこは、まあ、いつも通りスタミナ面はもちろんいつも通り鍛えてるので、そこは変わらず仕上げてきました。ワンデートーナメントって今回初めてやりますね、はい、まあ、やっぱりダイビーさんとかが、まあ、例えば、マサス選手のトーナメントというのがすごく入って、はい、そこでアドバイスとかしてくれたりとかっていうのがあるんですか？そうですね、でもマサスさんもそのワンデートーナメントだからといって、その調整の仕方、練習、追い込みの仕方とかは変わってなかったっていうのを聞いて、はい、でもまあ特別に、まあ、他の人というか、まあ、いろいろマサスさんやダイビーさんのトレーニング方法を聞いて、ちょっと自分は違うなと思ったのが、この調整期間の間に1人ワンデートーナメント、まあ、1日で3人とスパーする、そういうのちょっと間隔を15分に当てたり、そういうのをしっかり時間を計算しながらやったりしてましたね。ちなみにそれはシンバルがメンバーと3人戦うんですか？スパーする？そうですね、まあ、自分より階級が重い選手、まあ、シルバーウルフでいうと、まあ、山崎さんとか後輩の、あとヘビー級の子とか、まあ、下の階級で言えばトベリウムとかもやりましたね、3回。3分3でやって、全部ダイビーさんが判定つけていただいて、もしドローだったら延長ありでやっていく。何かそれやってみて良いかどうかっていうのはありました？そうですね、でも一応その、まあ、僕は3人と、まあ、間隔空けて3人連続でやるんですけど、他 の、 そのやる相手はもう何もやんない状態からスタートしてもらったので、もうそれでも体力面では大丈夫だったんで、あとは本番のダメージですね。やっぱダメージが一番きついと思うので、怪我とか。まずその最初が木村選手ですが、はい、どうですか、シミュレーションっていうのは。シミュレーション、そうですね、まあ、ダイビーさんの他にも、まあ、もちろんフィジカルトレーナーもいて、でボクシングトレーナーの方もいて、で今回からもう一人ボクシングの先生、もう一人の方にもジムで見てもらうようになったんですけど、まあもちろんパンチがすごい強い選手ですし、でもボクシングトレーナー2人の言うことが一緒だったので、あ、こういう感じかっていう。それは言えない感じなんですかね。そうですね。でも、うん、まあ一応試合までは至ってます。相手はいろいろ言ったことでは気になるそうですね。まずまあ、その僕の先日の会見を聞いて、まあ、
岡田選手の真似じゃないかっていうって言ってたんですけど、この前の公開練習で、まあ、そういうふうにとだけ、まあ、思えないのなら、まあ、考え方が浅いなというか、まあ、まず、まあ、僕は岡田選手に許可いただいて、岡田選手公認なの で、ただ岡田選手の言葉を使わせていただいているだけでなくて、まあ、岡田選手の言葉を使わせていただいた上で、まあ、自己表現をしているので、まあ、そういうところを、まあ、よく分かってないのかなっていう感じですね。まあ、ただ、まあ、僕が岡田選手の言葉を使わせていただくのは、まあ、僕のコメントで、あのプロレスファンの方々にこの新しい K-1 に興味を持っていただくためにあの使わせていただいていることなので、まあ、ただ、まあ、口喧嘩や挑発で消していても、まあ、今いる格闘技ファンの方々は、まあ、喜ばれるし盛り上がると思うんですけど、まあ、僕がやりたいことはそうですね、まあ、格闘技ファン以外の方々を巻き込んで、その新しい K-1 にあの熱を生むということなので、まあ、そういうところがまだ木村選手は見えてないのかなっていう感じですね。まあ、もちろん、まあ、木村選手は木村選手で盛り上げてくれているので、もうそれはいいことだと思いますけど、まあ、ちょっと僕とは違うので、まあ、そういうことも全部ひっくるめて、まあ、木村選手に対してはですね、特にありませんと。まあ、今回そのトーナメントですけど、はい、まあ、その後の勝ち上がりだったり逆ブロックのこととか、はい、まあ、何か今考えたこととかありますか？まあ、他の対戦カードで誰が勝ち上がってくるかとかはあの予想とかはしたりしてるんですけど、まあ、僕自身戦い方は変えないつもりなので、まあ、そこでしっかりまずは1回戦しっかりと結果を出して、そこから3つ勝つことですね。そういう意味でも、今回その調整、追い込み期間で3人とスパーやって仕上げてきたので、もうそこはもう KO だろうがフルラウンドだろうが、もう勝つっていうことにはもう自分の中ではブレがないので、もうそこは気にしないですね。もちろん、倒せたことに越したことはないんですけど、特にそのストロングだから早めに手をつけようとか、はい、そういうことは そこで、そうですね、戦い方にブレが出たりしてミスとかして負けたらもう意味がないので、まずはしっかりと自分の戦い方を見せて結果を出して。例えばその競技者として、その競技の世界一になるっていうことはすごい素晴らしいことだと、どの競技でも素晴らしいことだと思うんですけど、まあ、僕たちがその戦っている舞台を万人の方々に知っていただいて認めていただいた上でチャンピオンになるっていうことも同じようにその素晴らしいことだと思いますし、同じような意味があると思うの で、実際それをやってきたのが先輩のマサさんだと思ってますし、だからただ人を集めて一番を決めるのではなくて、しっかりとしたものを見せて、この新しい K-1 で新しい価値観を作っていきたいなと思ってます。
は、しっかりとしたものを見せて、まあ、会場の皆さんに興奮の雨を降らせてクルーズ技術王の秋にしたいと思います。よろしくお願いします。